岡山ファーストライナーでワンアウト、山本戻れずツーアウト。あ、セーブだ。足入ってますか？入ってますね。阪神対中日戦で世にも珍しいトリプルプレーが起きたので解説です。ノーアウト一二塁、高山打ちました。強烈なファーストライナー、ビシエド取ってワンアウト。すぐさまビシエド一塁踏んで、ツーアウトを取った後変なこと起きました。なぜだか高山二塁を指さした。二塁の糸井さ、アウトカウント忘れてる。すぐさまビシエド二塁にそう。いいね、ビシエド。あれあれ強打さん、なぜタッチプレー。やらかした糸井さん、やらかし返す強打さん。ギリセーフに見えますが、アウトでした。